ファイティングネクサス2016年の戦い始め、ベテラン VS ルーキー新宿決戦。格や実績などは関係ない。その時強い者だけが生き残る。 IGF を主戦場にする奥田圭介が電撃参戦する今大会、全ての試合が波乱ぶくる。さあネクサス選手たちよ、生き残れ。実際試合になったら僕が勝つ、僕がちょっとエースになれればと思います。そういう風に言ってくれる人がいると本当に助かりますね。盛り上がるんでね。今回はちょっと一本取りたいですね。ファイティングネクサスのエースに無敗の新鋭が噛みついた。果たしてその勢力図は塗り替わるのか。トリプルメインイベント第1試合、株式会社ジョイプロジェクションプレゼンツ、タイガー石井 VS 遠藤勇樹。アウトサイダーとかそういうのは盛り上がってる時期に勢いで出てチヤホヤされたようなとこもあったから、きちんとやった人は面白くないと思うんですよ。負けられないっていう気持ちもありますし、ふざけんじゃねえっていう気持ちもあるんで、自分そんな器用な選手じゃないんで、ぶん殴って勝つっていうような試合しかできないんで、誰が見ても一目で分かるような KO 勝利をします。アマチュアから叩き上げてきた男と、公式記録に乗らない修羅場をくぐり抜けてきた男、それぞれ背負うものがある。だからこそ負けられない。トリプルメインイベント第2試合、富士インテグレート株式会社プレゼンツ、松山健志郎 VS 手塚雄太。ヘンゾグレイシー、キャリアの早い段階でアメリカで知ることができた、学ぶことができたっていうのは本当に大きかったです。は、負けたら引退かなぐらいで、全然知らないペーペーに負けたら引退でしょ。僕からすれば、まあ、美味しすぎる相手ですし、まあ、これで勝ったら上に行けるぞって。バチバチやり合いましょう。プロデビュー戦がいきなりのメインイベント、逆輸入ファイターが挑むのは百戦錬磨のベテラン。待ち受けるはプロの洗礼か、それとも未来への扉か。トリプルメインイベント第3試合、 ID.com グループプレゼンツ、薩摩達人 VS 石川隆博。32人の精鋭たちが集う新宿決戦。もう一度言う、この舞台では格や実績などは関係ない。強い者だけが生き残る。ファイティングネクサス2016年の戦い始め、 3.6 新宿フェイス開幕。